あっちゃんお掃除中です。イエーイ。虫退治中。虫退治中。これで完了。石は虫退治完了。ひなちゃん出た。ピューちゃん来ない。なんか飛んできた。カメラが嫌い。なんかめっちゃ頭白に映んねんけど。お座り。あーすごい。おいで。じゃじゃん。ないよ。みやちゃん、おいで。ここ流れる？流れる。はい、っていうことで、ピュアちゃんのね、お部屋のお掃除が終わって、で、次ね、ピュアちゃんの爪切りの町やねんけども、すごいいぶかしげな顔してる、んーみたいな顔してるピュアちゃんです。はい、なんかこの後何かされるんかなーってちょっとね、不安そうなピュアちゃんです。はい。ということでね、うん、この後ね、ピュアちゃん、ね、視聴者さんに詰め切ってもらうのにね、多分気づいてるんでしょう。この時まだね、小屋の掃除をしてたね、あっちゃんとかね。で、その間にね、視聴者さんとお友達と2人来てくれて、そのお友達が写真とか動画を撮ってくれて、で、そういう状態でね、ピュアちゃんが多分察してるんやろね、この後詰め切られるなみたいな。そんな感じのピュアちゃんです。はい。で、掴まれて、もうそろそろ爪切られるので掴まれて、手ちゃんとね、キュッと掴まれて、で、この後抱っこして、爪切ってもらうねんけどもね、もう手をこういう状態で掴まれた時点で、あ、やっぱりかーみたいな、もうしょぼーんってした顔のピュアちゃん。はい。ということでね、うん、なかなかカメラの方向かない、もう目線を合わさないピュアちゃんです。シャイな女の子でございます。はい。ということでね、うん、ピュアちゃんもね、こんな感じで、もう半分観念はしてんねんけどもね。でも、結構ね、今回はね、抵抗もせず、おとなしく切ってもらってました。はい。ということでね、こんな感じにね、まず後ろ足からね、パチパチって切んねんけども、うん、なんかパチって切られても、ビクッともせずね、おとなしく、シューッとそう、あっちゃんのね、膝の上でおとなしくしてました。はい。で、こうアップで、こんな感じでね、爪をガツンと切ってもらって、うん。でね、で、この後ね、ちょっと諸事情でね、
撮影とかいろいろやってないねんけども、おあのちゃんと肛門腺絞りもしてもらってね、すっきりしたピュアちゃんで、そのすっきりした後のピュアちゃんの写真をねちょっと今回撮ってなかったんけども、こんな感じでまあ爪切ってもらっててね、で前から撮ってもらったらこんな感じ、手がって掴まれて頭なでなでってしてたら、もうあの嫌な感もなしね、なんか優しい表情でね、いつもの可愛いピュアちゃんで、爪を切ってもらってました。でこのあと前も切ってもらうねんけどもね、さっきまあ後ろ足から、切ってもらってて、で大野城大体でなでなでしてたら膝の上でギューとこうおとなしくしてたね。でこんな感じこんな感じね、うん、でいつもの可愛いピュアちゃんです、はい、でなんか知らんけどいつもね口開いてハハハハってベロ出しとね、それがまた可愛いねんけどね、柴犬の可愛いとこやねんけどね、この表情がね、うん、ピュアちゃんはね、うん、でおてんばな女の子やねんけどもね、こうやって掴まれるとおとなしくなるねはい、っていうことでね、こんな感じね、次前足もねソファーにフュッと持たれながら、あっちゃんのところに、あっちゃんの右腕にね頭コンと置いて暴れず、うん、おとなしく切ってもらってました、うん、だから多分もうあの爪切ることも嫌いじゃなくなったんやと思うしね、うん、大丈夫やと思うね、最初はねすごい暴れてて、いやいやいやってしててんけどもね、うん、でもね視聴者さんも言ってたけど、この子おとなしいよって、うん、爪ちゃんと切らしてくれるって言ってくれててな感じでね遊んでました。で、うん、で前回ね視聴者さんが送ってくれたあのおやつをね、この時一緒にピュアちゃんにあげながらねやっててんけども、そこのねちょっと動画にちらっと映ってたと思うねんけどもね、うん、そんな感じでねおやつをもらいながらね、半分騙されながら騙されながらって感じだけど、おやつもらえるからいいやみたいな感じで来てもらっててね、うん、でも話すとねあっち走りこっち走りしてね、なかなか捕ましてくれへんのもピュアちゃんやねんけど、またそこも可愛いねんけどもね、うん、やっぱピュアちゃんね可愛い女の子でね、うん、もうちょっとおしとやかになってほしいねんけど、まだまだねおてんばなやんちゃな女の子で、世話は焼けますでもねほんまにねもう今3回目かなに来てくれるのかな、4回目なのかな、だからねもう慣れたみたいでね、すぐにもう来てくれたら、うん、喜んで出てきて、うん、で普通ね知らない人とかには触らさへんか逃げる子やねんけども、うん、結構もう慣れちゃったみたいで、うん、この人たちは何もしないいい人なんだって思ってるんやと思ってます、はいで、あとねブラッシングしたり体ね今回ちょっともう時間もあれやったしね、なんでちょっといろいろあってね、途中ハプニングがちょっとあって、これはちょっと内緒のハプニングだけどもいろいろあって、ピュアちゃんお風呂に入れてられへんかってね、入れてあげられへんかって、だから、うん、肛門腺絞りだけしてもらって、でまたね後日ピュアちゃんをお風呂に入れるいう感じにしようかなと思って、まあでね今ピュアちゃんがワンちゃんねお風呂入れやんでもふきふきしたらいいのがあってね、それでふきふきしてもらってね、うん、でしてもんだけどそんなに汚れてないね言って、うん、なんか結構綺麗な子で、うん、でやっぱりねなんていうのかな、ピポ女の子でね汚いとこ寝転んだりせえへんのかな、分からへんねんけどね、うん、まあ綺麗好きらしきピュアちゃんですはいということでね、まあ、こんな感じでこれも最初の写真やねんけどね、だから後の爪切ってもらってね、体ふきふきしてもらったすっきりしたピュアちゃんの動画じゃ写真ないねんけども、こんな感じでねすっきりしたピュアちゃんありがとうございましたいう感じでね、うん、ピュアちゃんも喜んでました、はい、でこの後、ね、何回かピュアちゃんとか何回かというか、この後も行ってんねんけどもね、それがなかなか動画が撮れへん状態で、うん、またそれはね諸事情はお話ちょっと今ここではできへんねんけどもね、知ってくれてる人は知ってくれてんねんけどもね、うん、
来てくれた視聴者さんもね分かってくれてるんでまあまあそれ以上あんまり言うとあれなんだけどもね、事情も分かってくれてるしあれなんやけども、やっぱりねそれでもやっぱピュアちゃんの動画待ってくれてる人もいてるんで、できる限りねあっちゃんもこれからピュアちゃんの動画も撮れるようにしたいなとは思ってんねんけどもね、どうしてもどうしてもちょっとねいろいろとありましてね、うん、まあまあなかなかまあ、もうこう言いたいところやねんけど言えへんっていうのが辛いあっちゃんやねんけどもね、まあ、ピュアちゃんは今現在も元気にしております、はい、ということなんでね、またいつか元気なピュアちゃんの姿の動画を撮りたいと思います。その時はねまたアップロードするんで、もうしばらくお待ちくださいっていうことでね、こんな感じでピュアちゃん楽しく楽しく過ごしていますということで、今回もね視聴者さんに来てもらってお世話してもらって本当ありがとうございましたっていうね、ピュアちゃんとあっちゃんもともどもお礼をね伝えさせてもらいたいなと思ってました。動画遅くなって申し訳ございませんでしたということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。